はい、島再発見種スタイルの時間がやってまいりました。みさよです。はい、ともんけです。はい、今日はですね、素晴らしい方、実はですね、今日のゲストの方は、小説家である夢の主役にっていう本、こちらにもありますよね。 この作者であります、はい、森野きのこさんをお呼びしております。森野さん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ちょっと緊張気味で大丈夫ですか？実は森野さんは、埼玉県の出身なんですが、はい、どうして種スタイルの時間にと思いですよね。どういうことなんでしょう。どういうことなんでしょう、はい、じゃあ簡単に森野さんの、プロフィールをご紹介させていただきます。はい、お願いします。はい、埼玉県ご出身、森野きのこさん、関東国際高等学校英語科を卒業後、アルバイトをしては海外を視察、日本語教師養成講座を受講して台湾校で研修後、台湾の尼寺で日本語を教える、後にベトナムでもボランティアで教えていらっしゃいます。はい、通信教育で短大を卒業後、結婚出産などがあり、休学の後、退学、そして、再入学後卒業、卒業までに10年ほどかかっております。で、現在はですね、産業能率、大学3年に編入学しまして、最終目的である精神保健福祉になるためのお勉強をなさりながら、作家として、ご活躍なさっております。で、どうして種子島と、縁があるのかといいますとですね、はい、実はですね、種子島には宇宙留学といいまして、宇宙留学、はいはい、子供たち、小学生の子どもたちをですね、内地のこう島に、はい、留学させる制度っていうのがございます。そこにですね、森野さんのお嬢様が行かれてたんです。はい、それでぜひでこの小説もですね、種子島を題材にした小説なんですよね。あ、そうです。はい、この夢の主役に、こちら、内容としては、夏休みのある日が蘇る、夢にこだわる君に送る永遠の青春小説と書いてあるんですが、はい、これは娘さんが留学した時の体験とか、そういうのも含まれてますか？あ、そうですね、体験というか、また全くのフィクションで書いてます。フィクションでね。私の中ではノンフィクションっていうのはちょっと重すぎるんですね。いい話たくさんあると思うんですけど、はい、闘病日記とか、ただちょっと重くて普段ちょっと読む気になれないところがちょっとあるので、はい、フィクションの中にノンフィクションを入れるっていう形で、子供から読めるような、読みやすいような本を書きたいというのがあって、それでたまたま題材というか、種子島に夏休みに行くという、はい、お話なんですけど。なるほど。はい、その種子島にお子さんが、その、はい、宇宙留学ですか？そうですね、ロケット、ね、打ち上げが、あるので、多分それで宇宙留学というんだと思うんですけど。その行くきっかけになったのは何だったんでしょうか？もともと娘が行ったのは3年生の時なんですけど、今からもう5年ぐらい前なんですけど、ね、はい、小学校。そうですね、小学校3年生の時です。はい、で、1年生の時に1週間だけ鹿児島の本島の方に、はい、滞在できるっていう小学校が募集してる、山村留学みたいなのがあったんですね。はい、で、そこにたまたま私が新聞か何かで読ん で、うん、で、娘に行ったら行きたいって言ったので、お年玉を使ってでも行くとか言ったので、じゃあ行かしてみたんですけど、それでお出かけサポートっていうのがあるんですよね。子供だけで行かれる、JAL のそうですね。はい、それで行かせたら、私は迎えに行くだけだったんですけど、羽田に行ったら娘が私の顔を見て、わーっと泣いたので、久しぶりに会えて嬉しくて泣いたのかと思って、もう帰ってきたくなかったとか帰ってきたそれで泣かれちゃった、すごくなんか楽しかったみたいで、すごく大家族のお宅で、なんか後ろの川で釣りをしたりとか、なんか言ってましたけど、すごく楽しかったみたいで、それで山村留学1年間もありますっていうのを聞いて、
ただ私は種子島っていうのは私のすごく趣味というか海の、あの本当に海の前というか近くで、あの、本当の方もいいんですけれども、本当そこは山の中だったので小学校が、だから今度海のそば の、あの学校に行かせてみたいなっていうのがあって、子供も行ってみたいって言ったので、で3年生の時、1年間志摩間小学校という南種子町の、はいそうですね、学校にお世話になりました、あのそこの里親さんの、ご両親というかあのお父様がですね、西郷隆盛に出そうですあそうです、はい、であのそのお父さん向こうのお父さんと看護師さんをやってるお母さんなんですね、はいですはい、で、この宇宙留学というのは本当に自分の子供として、受け入れて、本当にあの分け隔てなく、自分の子供と同じように叱るし褒めるし、行動も一緒だしで、この都会でできないことを体験する場所なんですね。すごく貴重な体験をたくさんさせてもらって、もう本当に別人のように、しっかりして、本当に夏休みに会いに行った時、あの見てよびっくりするぐらいに、あのしっかりしました。朝起きる時も自分で起きて、ご飯を食べて、まあ、制服があるんですよね、あの島では、制服というか白いブラウスにスカートっていうのが決まってるんですけど、着替えて、あの自分でやって、で、まあ、あのバレーボールとかも、やっててで、なんかすごくぽっちゃりしてたのがすごいスマートに、そうです。それでも本当に見違えちゃうみたいな感じで、はい、本当に行かせてよかったなと思いました。そうですか、あの種子島ではですね、呼び方が自分よりも年上の人に対しては、お姉さん お兄さんって呼ぶんですよ、で、あの兄弟じゃなくても、何例えば、ミサヨ姉ちゃんとか、年上が一つでも年上だとミサヨ姉ちゃんとかね、こうキノコ姉ちゃんとか、そういうふうな呼び方をするんですねなるほど、たくさん年が離れてる場合でもお姉ちゃんですか。そうなんですあ、なるほど、おばさんじゃないですよ、はい、はいそうで、これそのまあ種子島に宇宙センターがあるから、まあ宇宙留学な、そのロケットに関することとかそういうのも、そういうのはあんま関係ない、ただ名前が宇宙留学、まあ、島ですから宇宙基地がありますよね、それに絡めてるんだと思うんですけども、そういうことですね。ですからあの同じ一子二鳥種子島ありますけども、南種町のみがやってる、ことなんですね、はい、先ほどほら森野さんがこれ、なんか聞こえます？はい、それはなんか貝殻ですね。そうですね。でとても綺麗な貝殻なんですが、こういうのがまあ砂浜に、そうですね、いくらでも転がってます、ね、いくらでもびっくりして、もう子供はもう行くと驚いて、あのスーパーの袋みたいなのを持って3時間ぐらいは拾ってますね。こういった宝貝、そうだよね、はい、宝貝宝貝っていうんですけど、もう関東じゃないですよね、貝殻自体が、あんまりないんですけど、こういうのがもう本当所狭しと、そうですね。でも拾ってるのは私たちだけで、島の人は全然拾ってないんで、もう見慣れてますね。そうですね、見慣れて何とも思わないみたいですけど、私たちから見ると、これはもうお宝の山みたいな感じ。お宝の山本当に毎回行くたびにたくさん拾ってきます。全然飽きないって。そうですね、はい、でも綺麗な貝がたくさん、うちの娘がですね、あの小学校の時に最初海に行ったのは、うちはほら奄美大島なんだけども、最初そっちが初体験なんですね、でうちの妹が、横浜にいた時に、江ノ島に連れてってくれたんですね、そしたら東京の海は味噌汁だった色は色とね、あとあれが昆布が絡まっててですね、だから最初に見たものが基準になっちゃうから味噌汁だったそうわあ、すごい子供ならではの表現ですね。あ、そんなことありましたね、実は私なんかも、まあ、ここの種子島の海をよく知ってますのでね、海にちょっと足を入れられないっていうのが正直なところなんですね。まあ綺麗なところもあるんでしょうけども、そうですね、本当に青青みたいな、そうですねすごく綺麗です、そこが見えるほど、それではですね、曲、あ、そうそう、あの宇宙にちなんで、キムシンさんのシンセサイザーですね、これあの若田光一さんが、
まあ、スペースシャトルに上がった時にですね、はい、このキム・シンさんはこの自分の音楽で地球丸ごと包みたいっていうことで、曲を作られている方なんですね、ちょっとシンセサイザーで宇宙気分を味わってみたいと思います、はい、1年3000森野さんですね、そのお子さんが宇宙留学してとっても良かったっていうふうに聞いたんですけども、はい、これ例えばリスナーの方でいろいろ聞いてらっしゃる方がいると思うので、はい、あのどんな方、親御さんにですね、あのこの留学はどんなものか簡単に、ね、教えてあげていただいていいですか。はい、やっぱりあの子供を自分から手放すというかね、あの預けて、はい、あの人のお宅にっていうのは多分すごく勇気がいるかと思うんですね。あの反対もあると思うんです、周りからの、はい、ただあの、まあ、子供に第二のふるさとっていう意味で私はすごく自分にふるさとがちょっとないものですから、はい、すごく憧れてたところがあって、あの今でもあの夏休みに遊びに行ったりすると、あの成人式にまたおいでって言われるぐらいに本当にお父さんお母さんっていう風に呼べる里親さんなので、あのぜひあのお子さんももちろんが、あのもちろんお子さんが興味を持たないと無理やりになっちゃうので、あれですけど、一度下見をされて種子島の良さっていうのを感じてもらって、であの本当に里親さんはあの安心できる方なので、はい、あのいろいろ相談にも乗ってもらえるので、あのぜひあの興味のお子さんが興味のあるっていう方がいらしたら、あのぜひ問い合わせて、あのホームページとかでも種子島の三層留学っていうか、う、ね、あの宇宙留学ですね、で出ると思うので、はい、あのいろいろとお問い合わせしたらあのいいかと思います。はい、ありがとうございます、はいはい、この後は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、パーソナリティは田島優子さんです。亀戸にありますアンフェリシオンスタジオからお送りいたします。お楽しみに。シンクロプラス、お別れのお時間です。また来週お会いいたしましょう。お相手は、はい、モンケとミサイルでお送りいたしました。